すいません、はじめまして、こんにちは、DBCLS から来ました、太田と言います。ですね、今日の午後の一発目はですね、この、アジャックス52のページ、今開いていただいている方もいらっしゃると思いますが、13時からのですね、データ解析プラットフォームギャラクシーの使い方というところを始めていきたいと思います。で、講習の資料なんですけれども、ここに、リンクがあると思います。で、一度もしここにリンクがなければ、一度リロードしていただければ、リンクが出てくるんじゃないかなと思いますので、もし出てこないよという方はリロードしてみてください。で、こちらクリックするとですね、こういう、ページが出てまいります。で、ここの下に、失礼しました、ここの下にですね、資料がずっとこうスクロールしていくとずっと見れるようになってますんで、基本的にはゆっくりめに喋ってはいきますけれども、もう分かるよっていう人がどんどん先に進んでもらっても構いません。基本的には僕の話を何も聞かなくてもこれを読めばできるように作ってありますので、分からない方はちょっとこちらでもですね、画面出してこういうふうにやりますというふうに動かしながらやりますので、お好きなペースでやってください。別に全員と合わせてもやらなくても、他の人と合わせてやらなくても大丈夫です。ということでですね、始めていきたいんですけれども、今回の講習、この講習ではですね、フリーのデータ解析のプラットフォームで、横文字ばっかりですけれども、データ解析をするために使う、Galaxy っていうシステムの講習を行います。で、この Galaxy について聞いたことのある方っていらっしゃいますか？いない。こうやって聞くとですね、実は知ってるけど恥ずかしいからあげないっていう人がいるんですよ。そんなことないですか？聞いたことない。はい、ありがとうございます。じゃあですね、Galaxy はデータ解析のプラットフォームというんですが、最近はですね、NGS、新型シーケンサーのデータの解析っていうのに、よく使われていまして、そういう文脈で、名前がよく出てくるものなんですけれども、こちらで、NGS のデータを解析したことがある、している、するつもりである、将来的にするかもしれないっていう方、どれぐらいいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。そういう方のためになればなと思っていますが、もしその NGS 全然関係ないよっていう人でもですね、Galaxy は NGS のためのものではないので、いろいろと、他にもできることがたくさんあります。なのでこちらで、講習でですね、使い方を覚えていただければ、例えばですね、ちょっとした塩基配列のシーケンスをした時の、確認の時に使うような、例えば塩基配列逆算にしてみたりとか、アミノ酸に変換してみたりとか、そういう細々したツールとかもいっぱい入ってますので、そういうものにもですね、ぜひ使ってみていただければなと思っています。で、今日の講習の流れなんですけれども、お手元に皆さんコンピューターがあると思いますので、そちらを使っていきますが、まず手を動かす前にですね、手を動かす前にですね、まず Galaxy っていうものがどういうものなのかっていうことについて、説明を、したいと思います。で、その次にですね、今回の、講習で使いますピタゴラギャラクシーっていうですね、このギャラクシーの派生バージョンみたいなものなんですけれども、こちらについてちょっと解説をします。で、その後にですね、ギャラクシーを使って実際に今回 LGS の、データを、サンプルとしてですね、データの解析の手順をちょっと、一緒に手を動かしながら、追いかけていきたいと思っています。その前に NGS のデータ解析について、いくつか必要な、ことが、知識というかですね、どういう処理をしなきゃいけない、どういう解析をしなきゃいけないのとか、あとはデータのフォーマットって何とかっていうようなことをちょろっと紹介してから、実際のワークフローの使い方について、解説をしていきます。で、下にズンズン行っていただくとですね、こうやってスクリーンショットがいっぱい貼ってあるんですけども、
まあ、いろんなその生物学、まあ、生命医学の分野ではですね、最近あのデータだとデータ解析だといろんなところで言われていますけれども、あの他の研究分野、例えば物理であったりとか、なんかそういうところと違ってですね、生物学はその人それぞれにいろいろな対象があるので、人それぞれがいろいろなデータの解析の手法であったりとか、ツールであったりとかを組み合わせてデータの解析を行うっていうような特徴があります。で、そうやっていろんな、手法であったりとかステップであったりとかを組み合わせて一本のこうですね、解析のこう一つながりの、解析のステップを、ワークフローというふうに言いますけれども、これを、異なる、サンプルであったりとかですね、検体、に対して、繰り返して行うっていうようなことが、生物学のデータ解析っていうのでは、発生します。でギャラクシーはですね、こういうような作業を、ウェブブラウザをですね通して実行するための、プラットフォームっていうことになっています。で、ギャラクシーの見た目はですねこんな感じの、ものになります。でギャラクシーで何なのっていうところで、まずですね、ギャラクシープロジェクトっていう、まあ、プロジェクトがありまして、でこれは、アメリカのペンステートの、メンバーを中心にギャラクシーの開発チームっていうのがありまして、彼らが中心になって開発をしています。で、興味のある方はこちら、リンクを飛んでいただければいいと思うんですけども、ギャラクシープロジェクト .org っていうところで、ギャラクシーのプロジェクトのページがあります。でここで、まあ、ちょっと後ほど解説しますけど、いろんなこうドキュメントがあります。でギャラクシーはですね、まあ、誰にも、無料で利用することができます、フリーなソフトウェアですね。で、でギャラクシーは単純にその、いくつかのツールを組み合わせたワークフローを実行するだけではなくてですね、そのどういう解析をこれまでに実行したかという履歴の管理であったりとかですね、あとはその自分でやっている、ワークフローのであったり、そのワークフローから出てきた結果を、他の例えば、まあ、コラボレーターであったり、ラボの、別の人であったりとかで、と共有するっていうようなことができます。で、さらに、その履歴をちゃんと管理していれば、過去のデータ解析というようなものを、再実行するというのもすごく簡単に、行うことができます。で、じゃあ実際にどうやって使うかというと、2つ、方法がありまして、1つは、パブリックサーバーというものを利用するっていう、ものがあります。でパブリックサーバーっていうのは何かというと、世界中のですね、いろんな研究機関がですね、このギャラクシーというシステムをインストールして、ウェブサイトの上でですね、公開してくれているんですね。でこれは例えばブラストであったり、バイオマートであったり、そういう有名なこれまでの、ソフトにも、似たようなものだと思うんですが、いろんなところに、いろんな人がこう作ったシステムがあるんですが、基本的にはどれも、フリーで使えるものが多いですね。ただギャラクシーの上にはそのツールをインストールするっていうような作業ができるんですけれども、それぞれの研究機関、公開している研究機関によってどういうふうなツールをインストールしているかっていうのが、異なるというようなところがあります。ちょっと、興味のある方はここのですね、リンクのPublicly Accessible Galaxy Servers っていうところを、クリックして見ていただくと、たくさんリストが出てくると思います。で中にはそのゲノムの解析だけではなくてですね、例えばケモンインフォマティクスであったりとか、そういういろんな別の分野のためのツールというか、ものを集めたサーバーみたいなものを作っているところ、公開しているところもあります。でこのまあサーバーのリストの中から、それぞれの特徴も、説明が書いてありますので、そちらから選んでいただいてもいいですし、国内ではですね、我々 DBCLS と、それから先ほどの、お話がされていた中村さんの DDBJ ですね、とあとはそのちょっとさっきも名前が出てきたピタゴラギャラクシープロジェクトっていうプロジェクトによって、公開サーバーが、運用をされています。でそこの下に、リンクがあるんですけれども、実際に、リンク飛んで見てもらうと、ちょっとずつ見た目というか左側にですね並んでいるツールのリストが、出てくると思うんですけど、そこがちょっとずつ違ったりとかします。で、他の組織が建てた、ギャラクシー、建てたっていうのはそのウェブサーバーを公開した、ギャラクシーを使うということもできるんですが、自分の環境にギャラクシーをインストールするっていうこともできます。で、これが
ちょっとだけやってみたいっていうのであれば、他の組織がですね公開しているサーバーを使うのもいいと思うんですけれども、例えば自分の手元に大量に NGS のデータが出てきたとか、例えば外のインターネットの外に出せないデータがあるとか、そういった状況の時は、自分の、コンピューターであったり自分の、研究室のサーバーであったりとか、そういうところに、Galaxy のインストールをして使うっていうようなことが必要になってきます。でここに、書いてあるんですけど、まあ、Galaxy ダウンロード&インストールっていうところを見ていただければ、まあ、そんなに、難しくはないと思います。ただその、なんて言うんでしょう、あまりコマンドを打ったりとかですね、ちょっとインフォマティクスっぽいことよくわからないよっていう人にとってはちょっと難しいところがあるかもしれません。で、そういう方がですね、まあ、自分でセットアップしたり、まあ、セットアップするだけじゃなくて、そのウェブサーバーなのでずっとこう管理をしていかなきゃいけないんですけれども、そういう自信がないっていう人には、今ピタゴラギャラクシープロジェクトっていう、もう 何度も名前が出てきてる、こちらを、まあ、使ってみたらどうですかというふうにおすすめをしたりしています。でじゃあギャラクシー、2つ方法がありますと、誰かがウェブサイトとして公開しているものを使うか、自分で、そのサーバーを立てるかということなんですけれども、その、まあ、あまりそんなんて言うんでしょう、専門のスタッフみたいな人がいないラボでこれをずっとじゃあ構築してウェブサーバーをずっと管理するというのはちょっとハードルが高いところがあるので、ではせっかくギャラクシーはすごく使いやすくていいソフトウェアなんだけれども、自分でインストールしたりそれを管理したりするのはいろいろ問題があるよねということで、まあ、日本の国内のギャラクシーユーザーが集まって、作ったのがこのピタゴラギャラクシープロジェクトというものになります。でこのピタゴラギャラクシーというものがですね、まあその国内のユーザーが集まって、そしてギャラクシーの、まあ、情報交換をするところから始まったんですけれども、ギャラクシーの上で、例えば自分たちがこういろんな解析をしていくんですが、その解析の履歴っていうのはもちろんラボの中でしか共有されないんですね。ところが学会とかに行くとこういう解析しましたってポスターとかで例えば発表してたりするんですが、ギャラクシーでやってますっていうんですが、そのギャラクシーの履歴を例えば僕がじゃあ使わせてくださいっていうので今まで難しかったんですね。だけれどもこうやってみんなで集まって、でお互いにそのどういうものを使ってるのっていうのをこう手を動かしながら見せ合って、じゃあこれを全部誰々さんのラボで使ってるもの、誰々さんのラボで使ってるもの全部入ったギャラクシーを、すぐ動くように配ればいいんじゃないっていうようなことから始まったのがこのプロジェクトになります。でまあ、インストールだったりそういう手間が省けるように、まあ、このピタゴラギャラクシーというのはバーチャルマシーンという仮想環境ですねっていうマシンイメージとして開発をしています。でこれ仮想環境とかなんかちょっとよくわかんないなっていう人ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、まあ、そんなに難しいことはなくて、特定のあるバーチャルボックスとかっていうですね、ソフトウェアをインストールしてあげればそんなに難しくなく、自分の例えば本当に自分のノートブックのパソコンであったりとかっていうのにインストールすることが、できます。で、ただインストールするだけではなくてですね、他にもいくつか、使い方を用意していて、先ほども言いましたパブリックサーバーですね、このプロジェクト自体でこのプロジェクトで配っている、ギャラクシーをまあ、ウェブサーバーで公開して誰でもアクセスできるようにしているということですね。このテストサイトを利用するっていうところですね。で2つ目の、バーチャルマシン仮想環境をインストールしてコンピューターで動かすということ、あとは3つ目のですね、Amazon Web Service っていうクラウドのサービスがあるんですけれども、この上で実行するというようなこともできます。で、あまりこういろいろこう読んだり話を聞いているだけではいまいちピンとこないと思いますので、ちょっとピタゴラギャラクシー .org っていうですね、そこのページのリンクにアクセスしてみてください。あまりモダンではないな。なんか不思議な感じのテイストのウェブサイトが出てくると思うんですけれども、
僕はこれがとてもかっこいいと思ってるんですが、それは置いておいて、かなり分かりやすくナビゲーションがしてあるんじゃないかなと思うんですが、テストサイトを使うか、仮想環境をダウンロードするか、クラウドで使うかという3つの方法があります。で、今日の講習ではですね、この、テストサイトを使うっていうところを、実際に使っていきたいと思っています。なので、この仮想環境とかよく分かんないなという人も、今のところはとりあえずあまりよく深く考えなくても大丈夫です。で、もう少しこのピタゴラギャラクシーについてですね、説明をしますと、先ほども言いましたけれども、国内のユーザーが集まってですね、もともとできたようなプロジェクトです。なので、どこかの、ラボであったり、どこかの、研究の、研究機関であったりとか大学であったりとか、そういうところに、依存しているようなものではなくてですね、いわゆる有志による、プロジェクトというふうな感じで発足をしています。で、システムを開発するというふうな、ところも、メインの活動になっているんですが、もう一つ、主に東京の都内でですね、月に1回か2回ぐらい、ミートアップっていう、集まりを開催してまして、定期的にそのギャラクシーを使っている国内の人たちが集まって、情報交換をしたり、一緒に開発をしたり、例えば、うちの解析のシステムでここがちょっととかっていうような人がいたら、お互いに助け合ったりとか、そういうようなことをやってます。で、ギャラクシーワークショップ東京2015ってありますけど、これはちょっと後ほど、ご紹介します。で、ギャラクシーっていうシステムが、何かいろいろサーバーが公開されていたり、日本国内ではこういうプロジェクトが走っていたりとかっていうことを、ここまででご紹介してきたんですけれども、じゃあ実際にこれを使って NGS のデータの、解析をしていきたいと思います。ただその NGS のデータの解析っていうふうに一口で言ってもですね、いまいち、なんて言うんでしょう、実際に何をやるのかよくわからないみたいな方もいるかなと思います。で、先ほどですね、リリビジェの中村さんの方からアセンブルであったりマッピングであったりとかですね、っていう作業について簡単にご紹介いただいていたんですけれども、ここでは、そういうふうな情報を、ちょっと書いています。で、簡単に説明しますと、NGS、から出てきたデータっていうのは、そのままではただの短い配列断片、短いといっても最近は長いんですけれども、配列断片なので、それをそこから生物学的な知見をですね、出してくるにはデータを解析する必要があるんですが、そのデータの解析っていうふうに一言で言っても、いくつかステップがあって、でそのステップがですね、大きく分けると、でシーケンサーの出力を、配列断片を変換、いわゆるその単純に変換をするような、計算をするようなデータの処理っていうところと、その後に例えば多形の解析であったり、連射発現の定量であったりとかっていう解析をする、処理、データ処理とデータ解析っていうステップに分かれるというふうに考えていただけるといいかなと思ってます。で、データの処理に関しては先ほども出てきたマッピング、アセンブルっていう2つの種類があって、マッピングっていうのはすで、にゲノムが読まれている生物にですね、に対してリファレンスとなるゲノムのうちのどこからこの配列断片が出てきたのかっていう位置情報を調べるような、計算を行うものです。で、アセンブルっていうものが、まだゲノムが読まれていない非モデル生物のようなものの場合に、短い配列を、つなぎ合わせていって1本の長いゲノムの配列にするような、作業のことをアセンブルというふうに言っています。で、先ほどデータ処理とデータ解析の2つのステップがありますよというふうにお話したんですけれども、よく NGS の解析はすごく大変だとか、すごく大きなコンピューターが必要だとか、スパコンを使わなきゃいけないとか、そういうふうに言われるのは、主にこのマッピングとアセンブルのどちらかをやるときのこの部分が、コンピューター的に大変だというふうに言われています。
というのも、例えばリードっていうのは、NGS から出てきた配列のことですけど、配列一本一本のことですけれども、この長さであったりとか、まあ、数であったり、あとはリファレンスとなるゲノムの配列の大き、ゲノムの大きさであったり、あとはそのどういう計算機を使うかっていうことで、このステップにどれぐらい時間がかかるかっていうのがだいぶ変わってきます。例えば、たくさんの、NGS から出てきたたくさんの配列をですね、人のゲノムにマッピングするっていうのを手元にあるちっちゃいコンピューターで何百サンプルも処理するっていうふうになると、もうすごく時間がかかってしまうと。なので、例えば先ほど紹介があったような遺伝系のスーパーコンピューターを使って、この部分をやってしまうというようなことがよくやられています。逆に例えばそうですね、まあ、微生物であったりとか、ゲノムサイズが小さいものであれば、この辺りのステップもコンピューターで、例えば手元のノートパソコンであったりとか、そういうもので、できると。その辺りはかなりいろいろどういうものを対象にするかっていうようなことで、かなり変わってくるところでもあります。で、この DDBJ パイプラインの使い方っていうふうにありますけども、これは先ほどですね、高村さんの方が紹介していただいたので、今回は飛ばしますけれども、このマッピングアセンブルっていうところが自分の手元で用意できるコンピューターではちょっと難しいという方は、ぜひ、遺伝系の DDBJ のパイプラインを使ってみるといいかなと思います。で、それでマッピングアセンブルっていうデータ処理のですね、ステップが、終わったら、じゃあいよいよその例えば遺伝子発現であれば発現量を定量するとか、そういった解析に進んでいくんですけれども、例えばマイクロアレイがですね、まあ、NGS が出てくる前は遺伝子発現に関して言えば、マイクロアレイが、まあ、主流な機械で、まあ、今も価格が安いですので、モデル生物ではよく使われていますけれども、それマイクロアレイと比べるとですね、新型シーケンサーから出てくるデータっていうのはすごく、バリエーションが多いです。どういった DNA サンプルをシーケンサーに入れるかっていうことで、その後どういうふうなデータが得られるかっていうのはかなり変わってきますので、まあ、サンプル DNA の抽出方法を工夫するっていうことで、いろんな情報をゲノムワイドに取ってくるっていうようなことができる、まあ、それが一つの新型シーケンサーが、すごくもてはやされているというかですね、広く使われている理由じゃないかなと思っているんですけれども、例えばRNA を全部トータルの RNA をよくシーケンスするようなものを RNA-seq とか、あとはチップですね、クロマチン免疫法で、落としてきた DNA の配列断片を、DNA に、全部シーケンスして、どの部分にクロマチンがくっついていたかとかっていうですね、ことをやるチェックシーケンスであったりとか、そうやって、ここに書いてありますけども、なんとか seq っていう、いろんな、シーケンスの種類があります。で、毎週のようにですね、最近はそうでもないですけれども、いろんな新しい、こういうふうに、ライブラリを抽出、DNA を抽出すればこんな情報が取れるみたいなのが出てきてですね、ここにポスターがあってですね、これ一つ一つ全部その抽出方法、なんとかシークっていう、そのバリエーションなんですけども、ここ見ていただければ分かるとおり、こんなにたくさんバリエーションがあるんですね。で、今、だいたい、ちょっともう数えると嫌になっちゃうぐらいいっぱいあるんですけれども、これだけたくさんの、DNA の抽出方法があると。もちろんメジャーなものはいくつかに限られるんですが、これだけたくさんあると、どういうふうにサンプルの DNA を抽出したかっていうことに依存して、どういうふうな解析をすればいいか、例えばどういうツールを使えばいいか、例えばツールを同じものでも、例えばフィルタリングの条件はどうしたらいいとかですね、そういったものがだいぶ変わってきます。ですので、まあ、解析の仕方っていうのは本当にそれぞれの人に応じて、どういったものを目的にするかということによって、どういうシーケンスをするかが変わりますし、どういうシーケンスをしたかによって、どういう解析をするかということが変わってきます。ですので、今回の講習ではですね、まあ、ツールの使い方はご説明するんですけれども、例えばこれ一つ一つのですね、方法に対してどういうふうな解析をしますっていうようなことは、ちょっと説明することができません。で、そういったですね、すみません。
あのデータの解析の種類とかですね、あのどういうふうに DNA を抽出したらどういうような情報が、シーケンスできて、でそれを解析して結果を例えば、まあ、図としてプロットするためにはどうすればいいかとかっていうようなことは最近どんどん新しい本が、出てきています。でここに一つ紹介させていただいたのがですね、次世代シークエンス解析スタンダードっていう、本がありましてですね、NGS のポテンシャルを生かしきるウェット&ドライっていう、何なんでしょうねこれね、副題といいますか、こういうものがついているですね、本があります。でこれがすごく、分厚くてですね、値段はまあまあ普通の値段ですけれども高いですか高いと思うかもしれないですけど、これはすごい本当にすごくいい本なので、もし解析とか、まあ、正直よくわかんないなっていう方がいらっしゃったら、とりあえずこれを買って全部読むっていうことをするとだいぶ理解が深まるんじゃないかなと思っています。もし NGS とか別にうちではやらないとかっていうふうに思ってる方でも、これを実際読んでみると、あ、こういうことができるんだっていうのが分かって、もしかするといいかもしれません。頼まれてもないですけど宣伝です。ということでですね、まあ、データの解析にはいろいろな種類がありますと。で、どんなシーケンスをするかということによって、NGS の場合はデータの解析のタイプが変わりますということを、理解していただいた上でですね、まあ、今回の実習に入っていくんですけれども、今回はですね、まあ、RNA シーケンスの、データの解析をですね、例にしてちょっと手を動かしていただこうかなと思っています。でちょっとお昼食べてですね、まあ、もう皆さんちょっと眠くなってきてるんじゃないかなと思うんで、早く手を動かした方がいいような気がするんですが、その前にですね、もう前置きが長くて申し訳ないんですけれども、データのフォーマットについて簡単に説明をさせてください。新型シーケンサーから出てくるデータはですね、まあ、要するに新型シーケンサーって何をしているものかっていうと、生体のサンプルの中の、DNA 配列の並び ATGC を文字列としての ATGC というふうに変換するサンガーシーケンサーと同じことを、まあ、大規模にやっているっていうだけなので、サンガーのシーケンサーをやったことがある方はもちろんたくさんいらっしゃると思うんですけれども、似たようなものが出てきます。似たようなものが出てくるっていうのは似たようなものだけれども違うという意味で、ここに紹介しているものが、まあ、一般的なものなんですけれども、まず一つ目、これはご存知の方ももちろんいると思うんですが、新型シーケンサーのデータの解析っていう意味ではもう絶対に避けて通れないところです。これがファスト級ファイルっていうふうによく言われまして、ファスト級フォーマットっていうんですけれども、一般的な、例えばブラストローするときとかにも使うようなファスタ配列、塩基配列、まあ、アミノ酸配列にも使われますけれども、すごく一般的なフォーマットに似ているんですが、この Q っていうのはクオリティの Q でして、塩基配列の並びと同時に、新型シーケンサーは、機械によってもちょっとずつシステムは違うんですが、一つ一つのその塩基をそのベースコールした時のクオリティを、一つ一つ、取ってくれるんですね。で、その塩基配列とその塩基配列一つ一つに対応するクオリティの情報を文字列に落とし込んでテキストファイルにしたのがこのファスト級ファイル、ファスト級フォーマットですね、になります。で、ここに例として、こんなものですよっていうのを出したんですけれども、このフォーマットは4行で、一つの配列断片っていうものを表、の情報を記述するっていうフォーマットになってます。で、1行目が何かというと、この、実際画面見ていただくと分かると思うんですが、アットマークから始まってるんですね。この場合は、SRR の975299から始まる、これはまあ ID なんですけれども、リードの ID なんですけれども、ここが、1行目ですね。で、その2行目に ACTGTTA って書いてあるのが、これが実際に読まれた、塩基配列1本分の、まあ、たくさんあるうちの1本分の配列の情報になります。で、3行目はこれは、コメントというふうに呼ばれていて、省略されることもあるんですけれども、ここに書いてあることはまあコメントになるんです。解析の時にはそんなに使うことはないです。そして4行目がですね、このイコールから始まってイコールイコールハテナとかって書いてあるのが、クオリティのスコアになります。
でその下に 見ていただくとフレットクオリティスコアという項目がありますが、これが、どういうふうにして、一つ一つの塩基配列のベースコールの、クオリティを、記述するかというところなんですけれども、ここにいろんな文字で書いてあるものは、これは一つの文字で数字を表していまして、でその数字が例えば10であればエラーの確率が10分の1、まあ、ベースコールの精度が 90% という10本に1本エラーがあるというようなこと でこれがまあ11、12、13ってなっていて、まあ、20、30、40とかになると、エラーの確率が100分の1、1000分の1、1万分の1と、なのでこの、数字が大きい方が、ベースコールの精度が高いというふうに、な意味になります。でこのクオリティというのは意外とというのはすごく大事でですね、例えばディファレンス、ワイルドタイプ と変異型のシーケンスをしましたと。で、ワイルドタイプの方に対してその変異の解析をしたという時に、まあ、スニップのような1塩基単位の、変異があった時に、ここにここがワイルドタイプと違いますって言った時に、それが本当にバイオロジカルに違ったのか、ただシーケンスのミスがあったからここが変わってるのかっていうのを、ちゃんと確かめなきゃいけないわけなんですけれども、でそれがこうゲノム内でずっとたくさんいろんなものがあったら、それを一つ一つサンガーでチェックしていくっていうのは不可能なので、なるべくここのベースコールの精度が高いものだけを使うというようなことをするわけですね。例えば、まあ、20より低いものはもう全然信頼にならないので、20よりスコアの低いものは全部カットしてしまうとか、そういうような、作業が発生することがあります。でこれも先ほど申し上げた通り、どういうことをやるかに依存するんですけれども、この、クオリティスコアの情報をですね、ちゃんとチェックしながら進めないと、その後に出てきたバイオロジカルにこれは解析入りのワークフローを通したら、これが例えばこの遺伝子が候補として出てきましたっていうふうにやって調べてみて、実際にじゃあクローニングしてみて調べてみてってやっても、実はただのシーケンスエラーでしたみたいなことになったら本当に時間が無駄なので、こういうようなことは、解析の時にすごく気をつけなきゃいけないところになります。でこれが、ファスト級フォーマットっていう、ものの説明なんですが、新型シーケンサーいろんなメーカーからいろんなものが出てまして、それぞれ原理は違うんですけれども、基本的にはそこから出てくるものは全部このファスト級、フォーマットっていう形で出てくるものだと考えておいてもらって、大丈夫だと思います。他の例えばシーケンサーごとに一時的に最初に出てくる生のデータは違うんですけども、その後これにこのファスト級フォーマットに変換して、使うと。なのでこのファスト級フォーマットっていうのが解析の一番最初の、スタートのところだというふうに考えておいてもらえるといいかなと思います。で、その次に出てくるのが、まあ、先ほども何度か言いました、ファスタ配列、ファスト A とかファスタとか言いますけれども、まあ、一番最も一般的で皆さん、見たことがあると思うんですけれども、まあ、塩基配列だけではなくてアミノ酸配列にもですね、使いますけれども、こういう配列、これももちろん、新型シーケンサーの解析では時々出てきまして、例えば、ゲノムがまだ呼ばれていない非モデル生物ですねのゲノムを新しく読んで、それをつなぎ合わせるアセンブルっていう作業をしますけれども、アセンブルをしてももちろんそのたくさん読めば全部1本につながるかというとそんなことはないので、新型シーケンサーだけではつながらないので、こういうファスタの配列で長くつながった配列がいくつか、まあ、コンティングですね、コンティングがいくつか出てくるっていうようなことになり、まあ、このファスタ配列が出力として出てくるというようなこともあります。でファスターはそのアセンブルの時に出てくるものですが、次のサムバムフォーマットっていうのが、今日は、このファイル自体を特に扱うことはないんですけれども、もう既にゲノムが読まれている生物に対して新型シーケンサーで、解読した短い塩基配列を、まあ、相当性
駅破裂の相当性を見て、どこから出てきたのかっていうのを全部見る作業をマッピングって言いますけれども、そのマッピングのツールを、実行した後に出てくる出力のファイルがこの SAM もしくは BAM っていう形式で出てきます。でこのフォーマットは何かというと、シーケンスアライメントマップフォーマットっていうふうな、ものの略で SAM で、その SAM フォーマットっていうのはテキストファイルなんですけれども、そのテキストファイルを、バイナリー形式に変換したものが、BAM になります。でこれはその、リファレンスのゲノムに対してマッピングをしたっていうことの後に出力されるものだっていうふうに覚えておいていただければいいかなと思います。で、ちょっと早口かもしれませんが、ちょうど30分経ってですね、やっとここまで来ました。だら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 喋って退屈だと思われた方も、お待たせしました、やっと手を動かすところが来ております。資料のその次のところを見ていただくと、ギャラクシーワークフローの使い方という、セクションになるかと思います。これまでギャラクシーというものがどういうものなのかというような説明をして、それから、ピタゴラギャラクシーというプロジェクトがありますということをご説明して、それから新型シーケンサー LGS から出てくる、データの解析というのはどういうものか、どういう種類があるかということと、データのフォーマットということを説明してきました。でそれだけ今はもちろん全部初めて聞いた方は何が何やらということもあるかと思いますが、とりあえずこの先は手を動かしながら、やっていくので、そんなに心配しなくても、後からもう一回見てみて、あそういうことかっていうふうに分かると思いますので、もし何か分からないことがあればもちろん聞いてください。で、まずですね、皆さんにやっていただきたいのは、この今回の講習ではここを使いますって書いてあるこのドライ .pythagoragalaxy.org っていうページをリンクをクリックしてみてください。こういうようなページが開くんじゃないかなと思います。これはちょっとこちらはですね、画面がいまいちあれなんですけど、こんな感じのページが開けたかと思います。で、資料に戻りますと、今日はこのピタゴラ -Galaxy というピタゴラ -Galaxy というですね、ところで用意してあるトライドとピタゴラ -Galaxy、これは試しにお試しで使ってみてくださいというふうに、公開しているウェブサービスというか、ウェブサーバーになります。でこれを使っていくんですが、この、ご自分のそのページを見ていただいたら分かる通り、Galaxy っていう、このツールはですね、基本的に、3つの画面に、3つのパネルにですね、画面が分かれたのが、基本的な、状態になります。で何をこれそれぞれ何かっていうとですね、この左側の、パネルにはいろいろこうリンクみたいなのがあると思うんですが、その辺適当にクリックをしていただくとこうニョッと開いていろいろ出てきます。この左のパネルはツールを選ぶ、道具箱みたいな感じですね、ツールを選ぶようなところになってます。でここでツールを選んで、何かするとこの真ん中にですね、結果が出てきたり、実行するときにどうやって実行しますかとかいうようなことが、出てくる、もしくは例えばフィギュアが出てくるような、プロットが出てくるようなものであればこの真ん中に表示がされると。で右側は何かというとこれは履歴ですね。でおそらく皆さんアクセスをすると右側には何もないかなと思うんですが、もしかすると何もないと思います。もし何かあったら言ってください。でこれありました。なんか出てます。エラーになります。何名か、そのページが出ない。もう多分ダメだと思う。もう一回リロードしてもらってもいいですか。ならない。ライトウェブサイト弱いはず。取得できない。でもすぐ来るけどね。半分ぐらいかな。ウェブページにアクセスできません。出ますね。焦げてるマシンサーバー。でもすぐ来るよ。リンク
リンクがおかしい。さっきのですね、ここの、今回の講習ではというところのリンクをクリックしてもらったらですね、アドレスが try.pythagora-galaxy.org:8080 っていうところになってると思うんですが、:8080が正しいです。I で繋がると思います。確認もせずとも繋がらない理由ないんですけども。I ですか。まだ繋がらない方いらっしゃいます？あ、はいはい。ちょっとじゃあ。どうなる？このコンテンツは、ここを、はい。こっちとはこっちとは何が違うのかな？コネクション。それをリロードしていただいてもダメですか？とかじゃなくて、モードホストネットワークメイビーダウン。ウェブページ、なるほど、実はウェブページからリンクしてるしてる、落ちててダメだって言われる。8080削ると出る。そう、80番普通のやつの方だと行くのもあるけど、それだと違うんでしょ。削ると出る、要するに80番の、これですか？0080消すと出る。消すと多分スラッシュギャラクシースラッシュっていうところにリダイレクトされません？そこで出る、それなら出る。ああ、なるほど。ということは、落ちてるんじゃなくて、多分そのプロ、ルートの問題なのかもしれないですね。もしあと繋がってない方は、この後ろの8080っていうのを、繋がり方がね、ポートがダメなんじゃなくて、コネクションリルーズ。あ、本当に？だから完全にそういうんじゃないと。なるほど。じゃあこれ以上コネクション貼れないんだね。コネクションカード多すぎる。:8080を削ってみて、ドットオルグで、リダイレクトされるんですよ。でアクセスしてみたらどうですか？使っても大丈夫ですよ。報酬で使ってていいですか？はい、大丈夫です。っていうのは、両方同じところを見てるので。繋がらない人は、:8080以下を削って、ここを、こう後ろをピピピピピと消して、この状態で行くと、ここです。いや、その可能性があるかなと思って。でも行く人は行く人は全員がダメなわけじゃないから。そうか。まだ繋がってない方います？大丈夫。もし繋がってない人がいたら今苦労もするんだけど、大丈夫ですか？
じゃあすいません、お待たせしました。今ですね、講習会用に一時的にこのトライドとピタゴラギャラクシーをめちゃくちゃ大きなマシンに移し替えているので、多分みんなでアクセスしても大丈夫かなと思ったんですが、もしかしたら多分このコロン8080というのがちょっと癖があるのでこれでダメかもしれませんが、まあ皆さんつなげたということで、もしつなげなかった方は、隣の方のも一緒に見ていただくとかでもいいでしょうか。まあ、その間にスタッフが復旧してくださっていると思うので、その間にちょっと先に進みます。で、なんかそういうことがありますので、もしかしたら途中でちょっと止まっちゃうかもしれないですけれども、こっちで実際に手を動かしながら、やりますんで、こちらをもしちょっとついていかないっていう、画面が切り替わらないという時はこっちを見ていただければと思います。で、あんまり時間がなくなってきてしまったので、早速いきますけれども、まず今回はやらないんですが、ギャラクシーっていうシステムを使う時はまずアカウントを作るっていうことが必要になります。例えばですね、先ほどの最初にギャラクシープロジェクトというギャラクシーを開発しているチームがありますという紹介しましたが、そちらの、パブリックサーバーを見に行くと、ユーザーを作らないと使えないというようなことになります。で、今回はですね、先ほど開いたこのピタゴラギャラクシーのところでようこそっていうところに書いてありますけれども、ワークフローの仕様には次のユーザーをお使いください、 E メールアドレスとパスワードが書いてあると思いますので、これでログインをしてみます。でこの右上にユーザーっていうところがありまして、でここに、ログインっていうところがあると思うので、ログインに、アクセスしていただいて、この E メールアドレス try@pythagora-galaxy.org に、ギャラクシーっていうところを、ギャラクシーのパスワードをですね、入れてみてください。これ8080を取ったページにアクセスすると、これでログインできないないですか？ですと？さっきちょっとそういう方がいらっしゃったんですありますね。ダメだ。ホームページが表示されない。こちらではすぐ行くんですけどね。お、これが出るんです。これが。おっと。多分一気にアクセスしてるから突っかかってるんだと思うんですが。そのページが。出てます。あ、本当に？出てる。俺も出てます。僕違うアクセスポイントから行ってるから、それでもダメだ。来ましたね。出た。チャッシュ。ログインができなかったんだよ。ダメな人は前のブタンのデモを見るっていうことか。そうですね。ちょっとビデオも撮ってるんで、はい、じゃあ、すいません、つながらない方はですね、お近くのつながっている方を見るか、こちらを、見ていただければと思います。これでアカウントをですねログインした後に、データのインポートっていうところに入っていきます。で、今手元で動かせない方もですね、お家に帰っていただいた後とか、まあ、ラボに戻った後にこれ、資料のまんまずっとこのクリックしますというふうに書いてある通りに、手を動かしていただけると、できるかなと思うんですけれども、こちらにですね、ゲットデータっていうところがありますので、このゲットデータのところのアップロードファイルっていうものをクリックすると、ここの真ん中の画面が切り替わります。
でそんなに基本的にはクリックしたりポチポチ選んでいくだけなのでそんなに難しいことはないんですが、例えばこの自分のコンピューターの中に入っているファイルをこのギャラクシーにアップロードするという時はですね、ここから探して、例えば今デモのファイルがあるんですがこれを選べます。選ぶとここにですね、demo.fastq っていう今の fastq ファイルがあるので、これをエグゼキュートっていうふうにやってあげると、右側に今進捗中ですとか処理中ですっていうのが出てきて、これが完了すると緑色になります。で、資料に従っていくとですね、これ完了した後このファイルの中身っていうのが見れるんですけれども、この右側の、緑のところのこうですね、目玉のボタンを押していただくと、はい、このようなファストキューの配列が、見ることができます。で、じゃあ次にじゃあ、ただファイルをですねアップロードするだけでは面白くないので、じゃあ次にこのファスト QC っていうツールを実行してみたいと思います。で、このファスト QC っていうのはですね、先ほどクオリティが大事なんですっていう話をしましたけれども、じゃあ実際にシーケンサーから出てきたファスト Q のファイルが、これはどれぐらいのクオリティなのかと、シーケンサーうまくいってるのか失敗してるのかというようなのを、見るときに頻繁に使われる、すごく有名な一般的なソフトウェアです。で、このファスト QC っていうのを実行してみるんですが、この左側のところにですね、このツールがいっぱいある中から、ファスト QC を探すんですが、探すとちょっとめんどくさいので、ここにファスト QC と、入れるとですね、もし立ち上がってる方はやってみると出てくるかと思うんですが、この左側にファスト QC っていう、リード QC っていうですね、ものが出てきます。で、これをクリックします。するとまたここに真ん中に出てきてですね、で、この、入力のファイルを選んでくださいというふうに出るんですが、これが先ほどアップロードしたファイルが、選択可能な状態になっています。で、ファイルを全然何もアップロードしていないと、ここを選んでも、ここに何も選択できなくて、ツールが実行できないんですが、この demo.fastq っていうのが今入ってますんで、これをじゃあ入力にして実行としてみると、またこのようにですね、ファースト QC のプログラムが今走ると。で、グリーンになって終わったので、これもう一度目玉のボタンを押してみると、こういうですね、こういうファースト QC というプログラムの出力結果が出てきます。この QC のですね、詳しい、なんていうんでしょう、このそれぞれいろんなプロットが出てくるんですけれども、これがそれぞれ何を意味しているのかっていうのは、今回はちょっと説明を省きますけれども、一般的にこのグリーンのラインを下回らなければ、いいシーケンス結果だと言われてますので、今回のデモのデータは、それぞれそこそこいい、すごくいいものだというのが分かるわけです。基本的には、Galaxy の使い方っていうのは、データをまずどこかから、自分の手元からアップロードするか、どこからか取ってくるということをした後に、左からツールを選んで、真ん中で条件を設定して実行する。で、実行すると、右に実行結果がどんどん溜まっていくと。これをずっと繰り返していくような形になります。で、これをすると、ただ単にですね、ツールが、実行されていくだけなんですけれども、このギャラクシーを使っていていいところっていうのは、そのポチポチやるだけでこのツールが実行できるっていうところだけではなくてですね、この右側のヒストリーっていうところが共有したり、これを履歴を保存したりとかいうことができる部分です。で、この右側のこの歯車のボタンを押してみるとですね、いろんなメニューが出てきて、新しい履歴を作るとか、履歴をコピーするとか、いろんなものが、出てきます。で、で、この中からですね、じゃあ今ファイルを入力して、でその後ファスト QC というツールをかけるっていう実行するということをやってみたんですけれども、じゃあこれをいつも毎度毎度ルーチンでやることなので、じゃあワークフローにして保存してみましょうというようなことをやりたくなったら、右側のここにある履歴をワークフローとして保存するみたいなことができます。で、この、歯車のボタンを押していただいてですね、でここからエクストラクトワークフローっていうメニューをクリックします。それとこんな風に、出てくるので、あとはこれを、クリエイトワークフローっていう風に、してあげるだけで新しいワークフローが実行される。
で作ったワークフローは次からはワークフローの実行というふうにするだけで何度も簡単にできるので、例えばこの後何度もいくつかいくつかツールを組み合わせていろんなこう複雑な処理をした後に毎度毎度こうそれを繰り返すのは面倒くさいので、これをワークフローとして作って登録しておくとっていうようなことができます。ちょっと時間がないのですいませんが、ちょっと早足でいきます。で、まあワークフローの実行っていうようなことが、じゃあこれをじゃあ作ってワークフローになったらどうするのっていうところなんですけれども、上にワークフローというそのものズバリの名前がありまして、でここをクリックしていただくと、先ほどここですね、これは多分僕が今やってないけどどなたかがやっていただいたおかげでこれをできてるんだと思うんですけれども、ワークフローコンストラクティブフォームヒストリアネームヒストリーというふうなのがあります。これはその先ほど名前をまだつけてない履歴のところから、ワークフローを作りましたよっていうようなことになります。でここをクリックしてこの、ランっていうボタンを押していただくと、こういう先ほど作った、ワークフローがここにできると。なのでここで履歴をいくつか溜め込んで作っておいて、エクストラクトワークフローをして、でワークフローの方から、ランをするというような繰り返しで、こういうですね、ワークフローをいつも繰り返してやるような処理を何度も実行するというようなことができます。で、ちょっと時間がなくなってきたんですが、この後ですね、ワークフローを入力して、実際の RNA シーケンスのデータをインポートして、実行するっていうことをやります。ただこれがちょっと皆さんと一緒に手を動かしてるとですね、多分間に合わなくなりそうなので、ちょっとゆっくりこちらで実際にやってみようと思いますので、手元で追いついてできるよという方はいいんですが、そうでない方はちょっとこちらを見ていただければと思います。で、このピタゴラギャラクシーっていうのが国内のギャラクシーユーザーが集まって作ったものですというふうに、言ってきてるんですけれども、その中でじゃあお互いが使っているそのワークフローを共有しましょうというようなことをやってます。でそのワークフローをじゃあ実際に使ってみようというようなことになるんですが、じゃあちょっと一度履歴を新しくしまして、このシェアードデータっていうところに、この、パブリッシュドワークフローズっていうものがあります。でこれをクリックしていただくと、今ちょっと3つしか見えないんですけれども、RNA シーケンスとチップシーケンスの1、2っていうのがあります。でこれが、このピタゴラギャラクシーの、を使っている人全員で共有されているワークフローですね。そのユーザー同士だけで限定的に共有することもできるんですが、このワークフローは、全員で、共有しているものということになります。でクリックしていただくとこういって中身が見えてくるんですけれども、いくつかデータセットのインプットを入れて、これをファスト QC で QC をかけて、その後に、リファレンスに対してマッピングをして、その後、いっぱいあるんですけど、ツールがつながってるんですけれども、最終的にはですね、遺伝子発現の、定量みたいなものを、2つのサンプル群で比較するっていうようなことをやってくれるワークフローになります。で資料の方に戻りますけれども、ちょっと飛ばしましてですね、ワークフローを編集するっていうこともできるんですが、それはちょっと置いておいてですね、このピタゴラは、ギャラクシーではですね、そのワークフローをじゃ実行してみたいという方のために、サンプルのデータっていうものを用意してます。でそれがどこから見れるかというと、この資料の方のですね、サンプルデータを入手するというところの後の、wiki.pythagoragalaxy.org/ というところのこのリンクですね、ここに、あります。でこちらにアクセスしていただくと分かると思うんですが、そこにはこの、今3つ表で見える状態になっている、ワークフローについての、細かいその説明みたいなものがですね、書いてあります。で入力ファイルに関しても、どういう入力ファイルが必要ですよというようなことが、こちらに書いてあります。で下に行くとですね、ワークフローズというようなものも見えるかと思うんですが、今実際にアクセスしてみますと、入力出力がありまして、こういう、こういうようなワークフローになりますよっていうようなのが、ここで、できます。でここをクリックしていただくとですね、それぞれのツールがどういうことをするものなのかっていうような説明も、見られるようになってます。でこの下にですね、じゃあこのワークフローをテストしたい方向けに、サンプルのもの、データがありますので、これをじゃあちょっと使ってみようかと思うんですけれども、先ほどはですね、
あのファイルをアップロードっていうことをしましたけれども、今度はですねここにあの URL を貼ることでその URL からデータを取ってくるっていうようなことができるので、そちらでやってみます。これをこうコピーしましてですね、コピーしてここにペーストします。でこう入ってでこれを実行っていうふうにすると、これが全部、まあ、5つですね、サンプルデータが読み込まれてます。で、読み終わりました。で先にサンプルの、まあ、サンプルデータがですねデータを読み込んでおかないと、ワークフローの入力ファイルがありませんというふうになってしまうので、先にまあファイルを読み込んでおきます。まあ、ここで、資料の方ではこちらでアップロードが完了しました。じゃあワークフローを実行しましょうということで、先ほども、やったようにこの上のですね、シェアードデータのところからパブリッシュドワークフローズというのを選びます。そしてこの RNA シーケンス01っていうものを選んだら、このフロッピーディスクの横にある緑色のボタンをインポートっていうボタンを押します。そうするとこれが自分の Galaxy の中に読み込まれたので、このスタートユーズイングディスワークフローっていうふうに押してもらいます。そうするとここにもうすでにいっぱいたくさん読み込まれたものがあるんですけど、まあ、気にせずにこれを選択してこれを実行ランというふうにします。そうするとこうやってあのデータセットを入力として選ぶ部分がありますので、ここでですねちょっと見づらい、こうやってあの選択セットを選べます。でここに出てくるのが、アドレナル1、2っていうのとブレイン1、2っていう、まあ、違う組織で、取った遺伝子発現のものですので、これをそれぞれ対応できるように、じゃまずこちらをブレイン1にして、こちらをブレイン2にして、こっちも同じように選んでっていうふうにします。でその他にも、たくさんツールがいろいろあるんですけれども、まあ、オプショナルっていうふうに書いてあるので、今回はとりあえず何も押さずにここでランワークフローというのをクリックすると、でちょっとですね、おそらくこのワークフローをクリックしても向こうの、処理がちょっと時間がかかるので、あのすぐには結果が返ってこないんですが、あ、来ましたね、ちょっと待つとこういうのが出てきて、これだけのツールが実行されましたっていうのが、出てきます。で今あのご覧の通り右側に履歴にですねたくさんこの時計のマークがついているのは今ウェイティングになっているやつなんですけれども、こう下ずっといくと今この部分をずっと処理してますっていうのが出てきます。でこれが、まあ、しばらく経つと全部完了するんですけれども、ちょっと時間がかかるので今回はこれを置いといて、こちらの資料の方にですね戻っていただくと、先ほどと同じように実行をすると、で実行したらあとは待って、で待って実行が終わったら先ほどと同じようにあの目玉のボタンを押してですね、ここの真ん中に出てくる結果というのを見ていただくと、こうやってあの遺伝子ごとの、配列の I、発現のですね、差分というようなものが、取れるようになってます。というわけでだいぶちょっと早口でですね、ポンポンポンとやっちゃったのでちょっと分かりにくいというか、難しかったところもあるかと思いますが、基本的にはここで見ていただきたかったのは、本当に何か難しいコマンドを打ったりとか何か設定をするとかではなくて、基本的にこ のクリックをずっと繰り返してツールを選ん でそのツールのインプットを入力してっていうことをやって、履歴をどんどん溜め込んでっていうようなことをしていけば、Galaxy でのデータ解析っていうのはかなり、簡単に、できるかなと思います。でこれピタゴラギャラクシー の, そのお試しのサイト自体は、いつでもですね、誰でも使えるようになってますので、研究室に戻った後でですね、ちょっと試してみていただければいいかなと思います。で、講習の内容はこれぐらいになるんですが、まあ、質問があればぜひ私今日一日いますので、あれは何なんだとか、これはできるのかとか、こういうのがやりたいんだけどっていうふうに言われたら、ご紹介します。でこの資料の下にですね、ちょっとお知らせと宣伝っていうのが置いてあるんですけれども、ちょっと時間がないのでいろいろすっ飛ばしてですね、この最後のやつだけちょっとご紹介します。この Galaxy Workshop 東京っていうのがですね、今度の4月の28日に、
やりまして、これが何かというと、その先ほどから紹介しているピタゴラギャラクシーというそのギャラクシーの派生バージョンの、プロジェクトの、まあ、カンファレンスになります。で、まあ、あのデータの解析、 NGS のデータの解析に関わる、方にはあの興味深い内容かなと思いますので、こちらよろしければ、参加してみてください。以上です。